何時やと思ったんだよ。もう6時過ぎたのやぞ。何しに来たん？サーフィン。そうやろ。似てないの？コーチやぞ俺は。ハルト何したん？何時やと思ったのや。え、何時ですか今。6時ですか。もう夕方の6時やぞ。え、朝じゃないですか。パーティー行くぞ。え、まだ夕方ですか。本当だよ。ずっと寝てたやんか。え、くっそ寝たやん。マジですか。うん。え、もう海行ってきて、俺とノゾは。ほんまですか。うん。何ですか。え、え、ほんまですか。ほんまやって、もう暗くなってるよ。えっちゃーん。朝ですか。朝や。海行くで。行きますか。よっしゃ。おい、何しとんの。何じゃと思ったんです。サーフィンしに来たんやちゃうかい。そうやね。行くぜ。な。はい、ですね、ガチンコファイトサーフホスピのぞみがね、今日、昨日から来て、まあ、ハルトとのぞみね、のぞみの方がサーフィン歴は長いですけど、ハルトはそこに追いつくように同じ課題をやってもらいます。で、2人ともテイクオフの時に、後ろ足が外から来ちゃう癖があるので、まずそこから指導していきたいと思います。はいはい、それではテイクオフの練習しますので、ボードをそれぞれ砂浜に書いてください。自分のボード、こっちでいいよ、こっちこっちこっち。ぶっさいくなボードだな。うん、喉みたいに中心に線書いて。わかりました。はい、それでは2人ともテイクオフをしてみてください。じゃあまずハルトは一瞬下見ちゃってるから、普通に波に乗った時と同じようにテイクオフして、ノゾも はい、じゃあストップね、ストップね。ハルトは前に行き過ぎてるよね。これノーズじゃん。はい、もうノーズライドしてんのかっていうぐらい前にいるじゃん。真ん中じゃない。うん、だからボード、まずボード書き直しだ。はい、ボード書き直し。このボードで、ボードに沿って書いてください。あ、はい、ボードに沿って書いてください。それをそこ置いていいから。じゃあここでいい。うん、はい、それでは中心線を描いてください。
ここと、はい、前足、左足がここね、あると、はい、で、後ろ足がここに来るよ、はい、この辺ですか。そう、そう。で、寝そべってみて。これ明らかに前すぎるよ。手伸ばした時に、そうそうそう、手が結構全部伸びるぐらいな、伸びるぐらいでいいよ、うん、もうちょい後ろ、そうそうそう、そこもうちょい前、ちょい前、そうそうそう、そう、 OK。 いい位置、そう、この位置ね、はい。でもう一回、じゃあゆっくり1でプッシュアップして2で右足持ってきてみて、で3で左足持ってきてください。スローモーションでやってみて、はい、1プッシュアップ、2で後ろ足、3で前足、はい。おかしいですね。前足が来たと同時に両手を離さなければならないが、ハルトは右手が残ってしまっている。そうすると板がブレてしまうのだ。同時に手が離れなきゃいけないのに、片っぽしか離れてなかった。1、2、3、おかしいわ。うん、おかしい。右手がついてて、はい、左手が外れてるってことはないの。どっちも同じタイミングで手を離すの。あ、うん、得意なやつカエルやって、で外に出ちゃうんでしょ、うん、これがノゾのテイクオフなの、得意なやつ、うん、それを後ろ足をの内側、そう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 、あ、内股、そう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 内股になってる最初から。そう、いつもはこうからこうしてる、うん、だからテイクオフから内股でいければさ、俺も、うん、外に逃げるテイクオフだから。内股難しいね。もう一回これ矯正しないと治んないよ。そう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 。スーッと後ろ足をおへそにつけるように立つのだ。難しい。そう。そう。ハルトもそう。もう一回。そうそうそう。完璧ではないが、まだ右手は残っているが、だいぶ改善されてきたのだ。そうそう。そしたら内股スタートでいけるでしょ。すごく内股スタートになる。そう。そう、ストップ。で、ノゾやって。陸では上手になったよ。海でできなければ意味がないのだ。そう。で、内股になるかな。じゃあこれを意識ちょっとできるかわかんないけど、今日は、はい、できたらしてみてください。はい、海だとすぐ戻るから、必ず海に入る前ちゃんとボードを作って、でそこに立ててるかっていうのを、まあ、一回一回確認して練習してください。はい、はい、お願いします。それで乗ってみてください。わかりました。はい、それでは行きましょう。俺が立ってるところに常に意識して、こっちを見てポジショニングしてください。わかりました。はい、ちょっと上手い人のところ近いくなっちゃうけど、まあ気をつけながら積極的に行ってください。はい、お願いします。はい、お願いします。それでは海で実践。昨日のぞみはイメージトレーニングでローラーコースターの反復練習をずっと行っていた。そのためイメージがついているので、なんとローラーコースターを本日成功させてしまったのだ。素晴らしい。もう一度スローで見てみましょう。着々と成長しているのぞみ。今後の
サーフィンの成長がさらに楽しみになってきました。そして問題のハルト。テイクオフがなかなかうまくいかないハルトは、まずプッシュアップの短さ。この時点では両腕をもう少し伸ばさなければいけない。そして手のばらつきでボードが失速してしまっている。このテイクオフを直さない限りは、うねりからスムーズに乗ることはできないのだ。なかなか失速してしまうハルトのこのテイクオフを少しご覧ください。そしてみんなも自分に当てはめてみてください。スピードがついておりません。そしてスピードがついていないのだ。さらにスピードがついていないのだ。ついていないのだ。すべてテイクオフに問題があるわけです。前回の動画でも言いましたが、プッシュアップはそれだけ重要なテイクオフのための、ライディングのための手順を踏んでほしいのです。イサミコーチの場合、プッシュアップ時、ボードを前に出して、うねりの前に出てることがわかります。そうすると、こうやってロングライドができるのです。はい、それでは、イサミコーチとハルトのプッシュアップの違いを見てみましょう。ハルトの場合はプッシュアップが短く、イサミコーチの場合は、プッシュアップでボードを前に出しております。そのため、うねりの前に出て、横にショルダーを走ることができるわけです。もちろん波によっては違いますが、プッシュアップの重要さを知ってほしいわけです。あと10回かかと浮かせないようにね。あと5回。うん、うん、展示になってきたんじゃないか。うん、ああ、でも上手になってきたと思う、うん。プッシュアップ意識してちゃんと、おお、いい形になってきた。うん、良くなってきたな。うん。あと2回。そうすると数えてるな。おお、いいぞ。浮かなくなってきたな。浮かなくなってきました。うん。あと1回。よし、あともう一回自分に勝つためにもう一回。根性論ではないけどな。オッケー。本日は誠にありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくなのだ。